JUICE, JUICE 金沢智子体調不良で一時活動休止。3週間程度、子宮内膜症で過量中女性アイドルグループ、JUICE, JUICE のリーダー、金沢智子26が、過料を続けていた子宮内膜症による体調不良のため、活動を一時休止すると15日、ハロー、プロジェクトの公式サイトで発表された。 休止期間は3週間程度を予定し、休日月のハロプロ4公演を欠席、先週から体調を崩し、診断を受けたところ、子宮内膜症によるものと判明、日によって症状に波があり、体調が安定しない現状も鑑み、一時活動休止に至った、活動再開の時期については、日々の様子を見ながら医師の診断も仰ぎ、判断してまいりますとした。 子宮内膜症は、本来なら子宮の内側の壁を覆っている子宮内膜組織が、卵巣、腹膜など子宮以外の場所で増殖、剥離を繰り返す病気。子宮の内側から剥がれ落ちた子宮内膜組織は月経値として体外へ排出されるが、子宮以外の場所で増殖した子宮内膜組織は腹構内に留まり、炎症などの原因となる、月経痛や慢性的な腰痛などの症状があり、 22実最大の若い世代の女性に発症することが多いとされている。発表は以下の通り、いつも JUICE、JUICE を応援いただき、ありがとうございます。メンバーの金沢智子ですが、先週から体調を崩しており、診断を受けたところ、過料を続けていた、子宮内膜症によるものであることがわかりました。日によって症状に波があり、 体調が安定しない現状も鑑み、活動をしばらくお休みさせていただきます。休止期間は3週間程度を予定しています。これに伴い、h l l p r o j e c t 2 0 2 1秋、鈴花長風月のチーム、月公演、9月23日、ハーモニーホール座間、ま、9月25日、仙台サンプラザホール、10月2日、日本特殊陶業市民会館、 フォレストホール10月3日三里市文化会館は欠席とさせていただきます。活動再開の時期については日々の様子を見ながら医師の診断も仰ぎ、判断してまいります。関係者各位並びにファンの皆様にはご心配、ご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承いただけますようよろしくお願い申し上げます。